あれ？あれ？ねえ、付け直したんだけどさ、俺もじゃもじゃ切り取ったじゃん。もじゃもじゃのままなんだけど。あれ？何が起こった？一体この世界に何が起こったんだ？あれ？せっかく直したはずのさ、あれ？脱毛器。脱毛器ちゃんとやったことになってないんだけど。ねえ、途中で終わっちゃったのかな？もう一回脱毛見なきゃいけないの？じゃあここはカットで、皆さんちょっと待っててください。なんか昨日もここ登ったわ。うなちゃん早くやってーって、子供が言ってたって言った。はい。やっとここまでやってきました。2回も脱毛するとは思いませんでした。1回の手術じゃ終わらなくてね、2回目必要だったんですけど、まあ、実際の脱毛は10回ぐらいいかないとなくなりません。ということで行きましょう。どんな報告だってか、これ全部登らないといけないんでしょ？結構時間かかんじゃないの？今日はね、クライマックスシリーズないけどね、1時間後ぐらいにね、出る予定があるよ、外に。野球をしに行く。自分が。あ、装備なくなっちゃった。この状態で行くのかな？てか、めっちゃオペレーターいるやん。A さんもオペレーターしてくれてるじゃん。これ乗ったらできんの？はぁ、俺一人しかいないんだけど！ちょっと！どういうことよ、これ！おい！あ、小鮭か。あ、小鮭だ。ごめんね、小鮭のこと忘れてた。で、これいけるのかな？オッケー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 。これ見つかんないでいけばいいの？どうすればいいの？あ、バレちゃった。あ、小鮭使えばいいんだ。これだ。小鮭さん、行け！うれ！よ？あ、真ん中に引き連れなきゃいけないんだ。小鮭さん！はい、ナイス。で、もう一匹いるよ。小鮭さん、小鮭さん、はい。オッケーオッケー、これ一発やりたかったね。そっか、今回は武器使えない分、小鮭が使えるのか。え？どうすんのこれ。どうすんのこれ。どうやって行くん？一回出さなきゃいけないの？ここ止まるんだけど。あ、上行けるこれ。ちょ、どういうこと？上に投げればいいの？あ、攻撃してる間に道ができた！すごい！ラッキー、バイバイ。小鮭さん戻ってくるんだ。で、しっかり乗って、はい。はい、ブルドーザー乗って移動、タコドーザーか。ドアが2つもあるよ。え、左側行ってみる？あっち側行けないしな、どうせ。はい、小鮭さんこれ頼むよ。ゆっくりだね。はい。次ね、こっち。ありがとう。エレベーターだ。すごい。あ、鍵あった、鍵あった。これ潜るのかな？はい、こんにちは。小鮭さん戻ってきな。ここに鍵が、あれ？取れなくね？あれ？取れなくね？あれ？降りる場所間違えた？これ。いや、下から行けるな。一応降りてみるか。あれ？何にもない。あ、違う。ここから上がるのかな？あ、やばい。小鮭さん、ありがとう。あ、いけたいけた、鍵いけました。はい、鍵取って。なんか最終チェックポイントって出たんだけど。そんな早いの？これは、どうするんだ？あー。なるほど。これは、小鮭さんで当ててから、この状態を作って、いや、無理だ。くそ、これ、どうすればいいんだ？小鮭さん引かれちゃう、このままだと。これ、普通にやっていいのかな？一回やってみるか。いけ、小鮭！大丈夫？あれ。あ、壊れちゃった。あ、無理だ。絶対に無理だ。どうする？ね、どうする？これ。最終チェックポイント。でも、鍵持ってるけどさ、あっちに鍵、渡しに行くのかな？だってあそこに鍵あるよ。こんだけ？でもこっちもあるもんね。なにこれ、どうすればいいの？
はい。とりあえず止めとく？とりあえず止めといて、でも奥壊せないんだよ。これで小邪気呼んで、早く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 、あー、いけた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 、これでいいのかな、果たしてこれでいいのだろうか。ああ。一応もうこれも壊したいけどね。とりあえずブルドーザーこっち来てもらわないと。ブルドーザー、ブルドーザー、ブルちゃん、ブルちゃん、ブルちゃんこっちだよ、ブルちゃん、タコー、あ、来た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 、タコ、俺俺俺ここいるよ。あ、小邪気さんやられた。ごめん小邪気さん、あ、このまま乗れる、よし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 、小邪気さんごめんね、君を犠牲に、あ、間違えた、よし、あの箱も取っといてもらって、これ上登れるね、よし、これで2個ゲットだ、やっとゲットだ。ここに武器が入ってるのか、どういうことだ、違う、なんだこれは、上に上がる、あ、そういうことか、じゃあこれをこうしてから、ここに俺が乗る、で上に登っていく、 OK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  で、今度小ジャケさんをここに置くのか、あー、ここ濡れないんですけど、ふっ、あははは、オッケーオッケー、あー、目の前になんかいるよ、なにこれ、いけ小ジャケさん、いけ、よし、まず一人、あー、ここ通れないの、ちっちゃくて、はい、いけ、よしよし、開いて開いて開いた、小ジャケとうまく仲良くね行きましょうと。なんだ、そこにいるのか、これが罠だと、全然罠じゃねえ、うれうれうれ、小ジャケさん、いけいけいけ、はい、ナイスー、ゴール、開かない、あ、鍵が、鍵が飛び跳ねている、これでステージ1クリアか、まだだ、何も最終チェックポイントじゃないが、はい、エレベーター、あ、違う、武器ゲットした、やったー、やったー、しかもなんかダクトの中入るぞ、イエーイ、1ステージクリアか、あ、こうやって行ってくんだ今回は。さあ、俺が外行く時間までに終わらせることができるのか、なんならちょっとお花摘みに行きたいですね、トイレに行きたいってことですね、女の子がお花摘みたいって言ったらトイレってことですよ、皆さん、わかりましたか、はい、ロケットが、何？クマさん、ん？君は地球の代表としてって書いてあるよ。どういうこと？エイリアンだったの？クマさんって。え、クマさん地球外生命体なのか？なんか悪くね？クマさん。俺バイトの店長だと思ってたの、ただの。ただの店長だと思ってたんですけど。あー、危ない。てかこれ降りていいのかな？来た。下降りしそうじゃない？まあ、いっか。普通に降りていくか。みんな普通に見たいだろうしね。あれ？これってあれじゃないの？下から出てくるベビーベビーじゃないの？小邪気さんがよく教えてくれるやつじゃないんだ。違うんだ。はい。あ、こん中入れって。あ、もう B クリアしたんだけど。そんなことないよね。ね。そうだよね。違うよね。はい、よろしくお願いします。ウルタナ宇宙センター格納庫、倉庫ってこと？この先は侵入禁止期間と書いてあるよ。発射シーケンスが進行ということだろう。あれかな。あ、とりあえずこれ撃つか。あれだな、多分。クマさんが当たり目指令を発射するための装置に。動かしてるから危ないからってことなんでしょ？危ないのはもうね、世も決まってるんよ。わ、私は分かってる。危ないことは。危ない橋、これが危ない橋ってことは分かっているんだ。ちょっとスペシャルさ、ありがたくね？これ。全部使わせていただこうか。まだいるね。よいしょー！ OK！ 最後投げるのはなんで知ってたんだ俺。たまたまだ。お！サメライド。サメライドさせてもらいまーす。はい、ごめんなさい。ミスりました、普通に。ごめんなさい。で、上ですね。次、雨降らした。
もうここに投げるってことかな。いけ、雨。我らが雨。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。やめろー、やめろー。オッケー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 。アーマーとスーパージャクシもあるね。このタイミングでいって、ここに使っちゃっていいのかな。はい。あ、いけたいけたいけた。吸引機だ、吸引機。これも使わせていただこうか。吸引機攻撃。早く撃ってこい。撃ってこい。さあ、攻撃だ。よし、これは優しいな。もう今度トリプルトルネード、トリプルトルネードはここかな。はい。何溜まっていない。オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。よし。アーマー取った。よし、ブルー、サイバーサイヤ人ブルーになった。久しぶりだ。あれもうないぞ。もうないぞ、あのスペシャルが。普通に倒せってことか。いや、これがスペシャルか。カニちゃん、いやーカニちゃん、でっかいやつか、倒させてもらうよ。てか、あれ今、バリアのやつだったね。バリア張る前に倒しちゃった。イェイ。あ、またカニちゃんだ。カニが2度目だぞ。行くぞ、カニちゃん。最終チェックポイントだ。どこで使えばいいんだ？ここ乗るのか。あ、置いてかれちゃった。次だ、次次。カニ向こうで何しに使うんだろう。はい。さあ、どうするのでしょうか。危ない。うわー、危ない。で、これ上登ればいいんだよね。痛い。あ、あーまあ壊されちゃった。うれ、よっしゃ、よし、上に登れ。あ、これカニ使ってない最後のカニは夢のところで使うのかカニの意味あったのか。あ、おじいちゃんの発信機の反応には向こうにある発射台の方やね。ちょっと待ってね、ブラちゃん。じゃ、ダメだよ、ブラちゃん。ねえ、あの猫がゴミ袋漁ってました、朝から。ダメです、ゴミを漁る猫は野良猫ちゃんと一緒です。ダメです、ドラちゃんは。そんなに、そんなにな、お腹空いてるのかな。さっきご飯あげたんだけどな。しゃあ、このまま下がっていけばいいのか、下の方に。いや違う、登ってるんだな、これ登ってるんだ。はい、次はね、こっちだね。一応壊しといて、どこ、こん中入るのは、こっち、お賽銭箱みたいなね。よし、3まで来た、3まで来たぞ。さあ、オルトナ宇宙センター昇降リフト、よろしくお願いします。リフトってことはさらに上に上がりそうじゃない。どんどん上行けそうだ。お、びっくりした、なんか急にアーマーが現れた。はい、どうすればいいの。ボタン押したけど、なんだ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 、動いてるね。てか暗いな、すげえ暗いわ。ほれ、ああいうのは小鮭さんに任せましょう。スプリンガラーめっちゃ邪魔なんで壊しといて。なんだあれ、飛んでくるのか。あ、飛んできた、やっぱり飛んでくるものがあったもんね。あそこに逆にさ、小鮭さん置いといたらどうなんだろう。無理か。あ、右やってくれた、やった、右小鮭さんがやってくれた。ナイス、スプリンクラーのなんか雨みたいなすごい、ここ壊そう、早く早く壊そう、邪魔だからね、これね。オッケーオッケーオッケー、スプリンクラー邪魔だ。あ、頼む小鮭さん、一匹頼む。やばい、え、もう一匹やばい、こいつやばいやつだ。オッケー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 、倒した倒した。あんま時間かけられませんからね。で、ちょっと塗っとこう。狭いからさ、この足場。狭いとこで戦うの嫌だよ。みんな嫌だよ、狭いとこで戦うのは。終点。あ、これ小鮭さん掴んだんでごめんね。よし。開けごま。これいけるよね。オッケー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 。さらに奥行って。狭い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 。お、いけたいけたいけた。え、でもなんかもう戻れなくなったんだけど。おい、戻してくれ俺を。あ、こっちだ。うわー、なんかゾンビみたい。ゾンビ映画で出てくるよね、こういうシーン。うわ、ヒラ君かい、ヒラ君かいっか。うわー、スペシャルショットもらっていいですか、ウルトラショット。うわー、これどこ、もう使うか。
くれ。どうした？一匹。ああ、もう一発撃てばよかった。これ箱はあれだね。壁として使えるね。ああ、当たってなかった。はい。もう一個ウルトラショット、まあ。とりあえずタコちゃん倒しましょう。はい。これも壊しておいた。まだあるのか。だから下下がっとるやん。上がってんじゃないのか、これ。逆に下がんなきゃいけないのか。あ、下がってってるわ。だって今まで下に下がってってるもんね。上から降りた。あ、なんか来た。何？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 あんた何？何その動き。2匹はダメだよ。君は生かしとく。君は生かしとく。最後まで。君は最後まで生かして、君の仲間はやっつける。君は生かしとく。痛い！君は最後まで生かし、あーごめーん君ごめん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 ねごめんねいなくなっちゃった。生かしとこうとしたのに事故で頭たま当たっちゃったよ。当たっちゃっただけなんだよ。うわ、ケバ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 出てきた。パイプの中を通れって書いてあります。てかすごい、マサバ海峡大橋のなんか下の方みたい。実際合ってるべ、これ。これマサバ海峡の下っぽくない？あの、似てるだけか。オルタナだもんな。あれ登ったんだろうな。ロケットのとこ。あ、いけるこれ下。行こう。待って、このケバケバ壊せないの？ああ、小鮭さんには無理だね。じゃあ行ってきまーす。これレール乗る意味あるのかな？レール乗る意味あるのかな？よし、4まで来たよ。おい、最終決戦近いぞ。まだ続くね。仮想まで来ました。安全フロンティア号。安全っていう名前なんだからさ、タコ置くなよ。危険だよ。普通に危ないよ。危険だよ、普通に。はい。登っていこうと思いまーす。はい。イカロールを駆使して、俺がここのヒーローステージをして、携えたこの、イカロールを使って、戦っていこうかなと。はぁ、あ。もう着地じゃね？うりー。オッケー。着地こういう時に使えますね。さらに行って、おい。おい、オッケー。どんどん登っていくぞ。どんどん登っていくぞ。下がってんのか登ってんのか俺にはもうわからなくなってきた。ね。どういうマップなのか。いけいけいけ。いけ。転がりウムか名前わかんないけど。うわー、危ね。カニタンクだと？カニタンク使うか、これ。カニ、使わせていただきます。うり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 。うれうれうれ、カニちゃんの攻撃が舐めるね。アルマジロで行こう。よし。遅いんだよ、アルマジロ。もうちょい早くしていただけると嬉しいんですけど。さあ、どんどん登っていきますよ。ちょっともじゃもじゃが増えてきたな。当たっちゃいけないから気をつけよう。もうこれ無視でよくない？ダメ？こんにちは。無視できない男。女の子が助けを求めてたら、無視できない男。とか言って、電車とかで寝てる女性とか見ても、何も声かけずに、終電とか逃してる人見ても、何も声かけません、僕は。悪いやつです。悪い、あ悪いやつとか言ってたから。もうジャオさんになっちゃった、久しぶりに。見て。あ、待って、これ最初から？あ、チェックポイントでよかった。よかった。これどこまで、避けていけるのかだな。ここの足からならないと今みたいになっちゃうから。気をつけましょう、皆さん。はい。忍者は壁登ります。あ、いいね。おー。これはね、ここで待てばいいんだ。一応倒せるんだよね。ま、てか、当たんねえわ、これ。あー、着地だ。おぉ。ま、ちゃんとね、ちゃんと来るの見て、行きましょう。お、ハンコ来た、ハンコ来た。落ちるな、落ちるな、危ない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 、操作が危ない。うおー、はい、ギリギリ。いいね、ハンコいいね。さあ、これ登っていきましょうか。はい。あ、終わり？まさか、そんなまさかね、こんなところで終わるわけないよね。続きがあると思うんだ。
はい、来ました。さあ、なんだ？上層まで来た。仮想から上層だ。あの、なんか、ホタルビみたいな、なんだろう。あ、閉められちゃった。まずい。エネルギーコアを集めるのか。スイッチ？集めてスイッチを踏めだって。わかった。てか、ここ、このまま、この場所にいると、もしかしたら、あれかもしれない。炎が、発射された時の、炎が、エンジンの炎がさ、あ、触腕だ。ずっと触腕だ使えんのかな、これ。おいえ。まずいよ、このままだと俺死んじゃうよ。炎で。まだ取れてないね。ういしょっと。これどうやって取るか。はい、オッケー、取っていく。しっかり取っていく。全部集めてはないですね。さあ、食ワンダーここで。あー、取れてないかな。はい、オッケー。なかなか難しい。あ、これまずいよ。これまずいよ。はい、オッケー。さあ、上に上がっていきました。まだあるよ。あ、これ、このまま行くんだ。食ワンダーで行けということだ。はい。行きましょう。はい、3個取ったかな？いいですね。じゃ、こっち取って。はい。はい。うまいんじゃない？はい！はい！おっと、これは上危ないぞ。これさ、上もじゃもじゃあるんだけどさ、触らない方がええよな。角度変えるのかな？あ、やばい！あー、落ちちゃった！くそ！これどうなる？あー、もじゃもさん、ごめんね。あー、最初からになっちゃった。最初からになっちゃった。こっからになっちゃった。あれでもさ、どうやって取ればいいんだろう。難しいな、なかなか。ここまでは、OK なんですよ。ここまでは。で、一回降りればいいのか。これで取れるわけでもないしな。危ない。あ、どうすればいいの？あ、だよね、今そうだよね、うわー！もじゃもさん落ちた！あの状態で落ちるってなんか本当にかわいそう。待てよ、ここなかなか難しいぞ。で、取って、取るじゃん。全部取れてるよね、オッケー。食ワンダーさ、今ミスっちゃったな。はい。はい。とりあえず、上登ればいいかな。これさ、どうやって取るん？むずくね、これ。ちょっと待って。とりあえずこれ取ろうか。オッケー、オッケー、オッケー。で、多分角度なんだろうな。こっちから行けば取れるんだ。角度か。どうするよ、これ。どうする？あと5個でしょ？下降りれない。あ！いいもん発見したぞ、今。そういうことか。このタイミングで行けばいいんだ。ほい。来た！いただきました！よっしゃー！危ない！死にかけたけど、あと何個？ 1 個。あの上のはどうやって取るのでしょうか。あ、上に上がったとき取れそうですね。うわぁ、これも行くときに取れそうかな。はい、取ったんじゃないでしょうか。で、上かな？ここなんだよ。ジャンプだ。いけた、いけた。よしよし、難しかったね。取れた。ちゃんと角度が大事なんですね。オッケー、発見したぞ、次。これは上に登れればいいのかな？登れなくね？ついていくのか？いや、くしゃみ出そう。ごめんなさい。くしゃみが出そうです。これ、ぴょんぴょん跳ねて、くっついていきましょう、上に。はい。あ、まだなんかありますぜ。うおー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 、なに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 ？あ、これもダメなんだ。壁じゃないのか。なんか全面に覆われたもじゃもじゃだったのか。なるほどな。とりあえずアーマー取っときましょう。これね、危険だね。オッケー、3つ。はい。はい。
はい、取った。しっかり取った。はい。はい、オッケー。で、何が残ってるのかな？もういいのかな？もうこれいいんじゃない？どう？全部取れるんじゃない？あれ？足りないな。え、一体どこにあるんだ？あ、あった。あぶね。え、あぶね！オッケー、しっかり取っていた、しっかり取った。はい。あ、いけるいける、次いける、次いける。よっしゃ。来た来た来た。さあ、4番やってきました。必要なものは3つ。なんだ？正しき器、正しき魂、そして正しく導ける頭脳だよ。賢いこと言うね、クマさん。近寄るでない！経験を積み上げた君の頭脳は美しい。そのエキスであれば申し分ない。エキスって言うとなんか汚いな。チューってされてるらしいよ。吸われてるよ、エキス。クマさんに。いいのか。何かを塗れば何かが消える。なんかそれっぽいことクマさん言ってるけどさ。そして何も消さずに新しい色を塗ることはできない。確かにな。全部混ざるとな、黒みたいな色になっちゃうからな。そう、黒になっちゃうんだよ。つまりクマさんは黒色なのか？ヒグマ？月の輪グマ？黒いクマなんていっぱいいるけど。お！じいちゃん？じいちゃん？あれ？じいちゃんがスルメになってる！当たり目かこれ。当たり目になってるのか。マジ？吸われちゃったよ？じいちゃん。あ！クマさん！クマさんの全貌ってこれだったの？実験体クマ3号。クマさん。何これ？ちょっと待て。クマさんって本当にクマさんやん。サーモンランドクマさんだと思ってたんだけど、違うクマさんなのかな？一緒なのかな？何何何何？あ、やばい。発射されるぞ。発射されちゃうよ。てかなんかスプラトゥーンっぽくないケムクジャラのキャラ出てきたね。あ、だからケムクジャラなのか。モジャオさんとかいっぱいいるのか。クマさん張り付いて逃げた？アルバイト基本の、うん言ってるよ。何事にも終わりは訪れるものだ。ねえ、これアルバイトの時に言ってくれなかったやつ。え、ってことはクマさんのクマさんじゃん。おい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 、あいつ黒幕だったのか。今日は終わり、明日が始まる。まあ、そりゃそうや。普通や。普通のこと言うな。まずくね？ロケット行っちゃったけど。おじいちゃん？おじいちゃん！おじいちゃん、干からびてしおれちゃった。カラカラになっちゃった、おじいちゃん。やばいよ。あ、水分。水分と塩分。ああ！ちょっと色味が出ましたね。しれえ！当たり目しれえ！大丈夫か？喋れるのった。ちょっと干からびちゃったんだな。でもなんか似合ってるよ、おじいちゃん。スルメになってる。まあ、美味しくはなさそうだね。ひどいこと言うけど。とりあえず無事でよかった。そうだ。クマさんを止めなきゃいけないんだけど。てかやばくね？アルバイトのクマさんじゃん。本当に。悪いやつだったのか、あいつ。あ！スリミ連合！皆様お困りのご様子。ここは一つ柱に任せてほしいのじゃ。どうした？エイさん？いや、ウツボだ。ウツボたちが？おー、すごい。あ、もしかして、道を作ってくれてる？トルネードになった！間欠泉の上位互換かな？お、フーガちゃん。フーガちゃんの先生来た！上手！名は上手。あ、エイさん。エイさんは何もしないんだね。エイさんは、ヘルメットくれただけなんだね。よし、このまま登っていけばいいのか。
イーサン使えな。いやいや、そんなこと言っちゃダメだ。いけ !3 号 !3 号って誰 ?3 号って誰俺か !3 号って俺だな。そうだ、3号は俺だ。俺だったのか。さあ、よろしくお願いします。お、かっこいい、このスーツ。うわ、宇宙空間に出るだよ。マジ？あ！来た来た、ラスボスか、もうラスボス感がすげえ、お前。君たちも、働き者だね。休むのも仕事のうちだよ。まあ、アルバイト休ませないだろ、今回も。今回、スプラトゥーン3のサーモンラン、ずっとバイトじゃねえか。休みないじゃねえか。なにこれ、アサリ投げんのかな？金いくら？とりあえず集める？うん。とりあえず集めよう。で、これはどうすればいいんだ？こじあけさんで壊さないか、これ。壊せるよね、多分。壊せているのか？押し込みで、あ、そういうことか。そういうことか。わかったわかった。あぶねえ、あぶねえ。あれと一緒だ。ケバインドの時と一緒だ。集めて、で、次行くのに使うんだ。はい。で、どこに当てればいいんだ？違う、どれだ？ちょ、あぶねえ、クマさんの手。クマー！クマー、これ、俺どこに当てればいいん？うわぁ！関係ない、これ。関係ないな。どこだろうね。これさ、下へ、いや、さすがに落ちるよな。いや、もう攻撃するか。あ、当たる！ただ、トルネードがエグいね。クマさんごときには俺やられないよ。うれ。くらえ。よし。あ、ここだ。いけ、こじゃけさん。おできを倒せ。あ、オッケーオッケーオッケー。なるほど、こんな感じか。倒し方わかった。うわ、クマさん。アーマーみたいな。いや、違う。深海道か。なんだ、それは。さらに奥行ったのかな。いや、クマさん逃げるのも仕事のうちだね。後ろさらに下がっていくぞ。うわぁ！なんかすごい。なんかすごいこいつ。えぐい。さあ、どうするかだ。これを取って、で、一応取っと、ま、倒すか。邪魔だし。あー、危ない。邪魔だし倒そう。クマさんがこっち来る前に倒して、オッケー。え、なんか曲がってない？ちょっとやばくねこれ。ちょっとやばい。いやー、死んじゃってる。気づいたら死んじゃってる。これ下動くんだ。早めに取っとかないと先に取ってからだな。もう君らの相手はしてられん。クマさん転がそうとしてるらしい、この。まあ、でも、なんとかなりますね。やばい、転がってる。やばい、あ、これで登れる。これで登れるぞ、みんな。俺は登っている。俺は登ってるぞ。すごい。こんな登り方があったのか。で、どこ行けばいいんだ。あれを壊せばいいんだな。3個必要。オッケー。早く。このままじゃ、クマさんの手玉に取られちゃうよ。ほい。で、また多分転がされちゃうから。急げ。これ。よし。うわー、危ねえ。全部取ったな。これ攻撃できる。たばれ。いや、なに、アーマーついてる。いやー、危ねえ。あ、ここにも、金の発見しました。待ってね、クマさんの攻撃も避けつつ、彼を倒さなきゃいけない。もうこれ、小鮭に攻撃させればいいか。あ、よし。はい。小鮭めっちゃ有能じゃない？あと一回でクマさんに勝てる気がする。あと真ん中のおできだけ。さあ、また遠くなりますね。一回やられちゃったんですけど。じゃ、クマさん来い。正々堂々最後のバトルをしようじゃないか。もうロケットの先端まで行ってるね。てか宇宙空間空気あんのかな？大丈夫なのかな？普通に見た目ってごっついよな、このクマさん。強そう。まあ、金の鮭取って、イクラ取って、
これ何個必要なんだろう。3個 ?3 個だ。さらに先が行けて。危ねえ、危ない、今、やられかけたぞ。はい。目の前の取って、あんまり焦んないように行こう。はい。で、倒して。うっ、うっ、うっ、オッケーオッケーオッケー、普通に倒して。はい。やべ、動き始めたぞ。はい。5個。早く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 、オッケーオッケーオッケー、動き始めた動き始めた。やばい、道がわかんない。これ近づけてるのかわからないよ。どうなってんの。あ、なんかいる。あ、金の鮭、金のいくらあるよ。もう酔ってきた酔ってきた、わかんなくなってきた。ここにあるの全部取っちゃいましょう。オッケーオッケー。で、クマさん、なんか丸まってませんか、クマさん。丸まってません。こじゃけた瞬間でしょ。よしよし、来た。どうだどうだ。クイム、君たちなかなかやるね。結構余裕だな。しかし時は満ちた。再び地球を哺乳類のもとに。確かに哺乳類代表として戦ってるのか。あ、やばい、マジか。なんかめっちゃ爆発するやん。やべ、やられる。なんだ、なにこれ。パワードスーツ。あ、もしかしてタコワサさん。あ、タコワサ城だ。昨日の友は今日の敵、逆だ。今日、昨日の敵は今日の友か。え、俺感動して泣きそうなんだけど。そこで出てくる？マジで今涙出てきた。本当に涙出てきました。なんか歌ってくれてる。嬉しい。今日も隅から隅まで、ずずずと塗ってみやしむ、なんかいっぱい言ってる。いや、みんななんか、てか今まで一緒に戦ってたライバルなんだよ、これ。なんかまさしおくん来たことで俺はちょっと今感動している。マジ塩辛節、マジマジか。こじゃけさん、え、こじゃけさんどうしたの、どうした、光って飛んでる、こじゃけさん。魚介類たちの力が集まってきよる。哺乳類対魚、魚介類になってるよ。あ、こじゃけさんが進化した鮭になっちゃった。俺のこじゃけさん、でっかいサーモンになっちゃった。鮭になっちゃった。うわー、あんまり可愛くなくなっちゃったけど、髪型ちょっと残ってんの嬉しい。あ、どうすればいいの。俺ちょっと涙が出てきそうなんだけど、もう戦いたくない、クマさん。マジ？もう、なんだこれ、リターンオブザ、ママリンズって書いてある。あれか？マリンズってことは？海？わかんない。もうタコワサ呼んでるぞ。操縦席ハッチ解放。もしかして一緒に戦ってくれるの？タコ壺キングに乗り込んでコアを吸引って書いてあります。3分33秒。333ですね。入ろう。コアを吸い込めって、あ、動けるこれ。見て。あれ、これ取りたいのに取れない。あ、取った。コアってこれのこと？あ、これのことだ。吸い込め、吸い込め。あ、やばい。降りてきた。吸い込め、吸い込め。このコアを吸い込め。芝刈り機と一緒だね。オッケー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 。効いてるね。あー、こじゃけさん待っててね。待って。あー、やばい。こじゃけさん。こじゃけさん、ちょっと待って。耐えてくれ。耐えてくれ。耐えてくれ、マジで。俺に任せろ、残り。マジで任せろ。これ邪魔だな。オッケー。取れ、取る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 。待って、こじゃけさん、左、右手が。やばい。うちのこじゃけいじめんじゃねえ。頼むよ、ほんとに。うちのこじゃけさんは頑張ってるから。
可愛いんだよ元は。ちょっとでっかくなってさ、いかつみを増したけどさ、でも可愛いんだよ元は。髪型がそう物語ってるでしょ。チキショウなんかいっぱい出てきた。これは無視だ。これ無視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 。オッケーオッケーオッケー。邪魔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 。いた、いた、なんかやばいやばいやばい、やくそ、ごめんなさい、やられちゃったやられちゃった。なんか出てきた。あははははは、地球がなくなった。地球がなくなった。あー、ごめん、みんな。ごめん、地球が。俺のせいで地球が。その日、宇宙に巨大な毛玉が誕生しました。そういえば、俺の二つ名の名前は毛玉だから、俺スパイだったのかな。ごめんなさい。次は負けないぞ。あ、最初からだ。でも次は負けない。次、しこじゃけさんごめんね。一緒に世界を救おうって決めてたのにさ、俺が先にやられちゃってさ、すげえ迷惑をかけてる気がします。でも大丈夫、ここから巻き返していこう。これ落ちてもダメなのか。結構あのシビアだね。さあ次乗り込みましょう。これ避けていけばいいのかな。一応アーマー取っといて、死んじゃうからね。はい、吸い込め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 。さあさっきと一緒のとこまで行こう。このまま。あ、こじゃけさんあんま動かさないで。オッケーオッケーオッケー。こじゃけさんが動かすから当たらないんだよ。さあさっきここで、うちのこじゃけをいじめるな。よし、タコワサさん、ちょっとリベンジだ。このままじゃ毛玉になっちゃうからな。待て、これはしっかり抜けていこう。しっかり抜けて、アーマーもしっかり取ろう。で、先の、このおできを吸い取る。来た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 。さっきこれに負けたんで。やっべ。え、マジでやべ。マジでやべ。マジでやべ。あっぶねえ。さっきあれに負けるとは思わなかった。こんな狭いとこでしたからね。さあ、吸い取れば。ちくしょう。あっぶねえ。まだまだ続くぞ、攻撃は。よし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 。おでき終わった？あ、待って、こじゃけさん、こじゃけさん、あ、最後の一個ある。よし、首根っこ掴んでる。いいね。首根っこ掴んでおられる。このまま近づくよ。よし。鮭出てきた。もう着地をかまそう。着地かまして、オッケー。まだ出てくるか？もう大丈夫か？さあ、おでき吸い取りますよ。来た来た来た、また来たまた来たまた来た。えぐいよ、えぐいぞあいつら。まあ手前から倒して、待って、クマさんが動いて見づらい。お前はゴリ押しだ。よしよし、吸い取れ、鮭のために、小鮭さんのために吸い取れ。いけいけいけ。よし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 。てかもう小鮭さんっていう小ささじゃねえ。お、行くか、くたばれ！くたばれ！くまさん！くたばれ！うわぁ！よし！よし！ダメージ結構入った！倒したか？やったか？蜂蜜ついてるみたい。あらゆる面において負けたって。私の仕事もこれでおしまいかな。それじゃあお疲れ様。うわぁ、いや今のよ、明らかにインクじゃないだろ。爆発の炎だったろ。あ、空気はあれか。あ、てか小鮭さんが、え、あ、よかった、戻った。こっちの方が可愛いよ。そう、あの空気はこのヘルメット、万太郎のヘルメットだね。万太郎何もしねえじゃねえかって言ったけど、ヘルメットくれてたね。一応。うわぁ、俺らずっともだよ。小鮭さん。なんか歓喜極まってないか、小鮭さん。なんか涙目だったよね。俺らずっともだよ、小鮭さん。え、すごい今回のヒーローモード。地球規模なんだけど。すごくない？普通にすごくない？一回征服されたけど。
あ、戻ってきた。ニュースだ。さあさあお立ち会い。バンカラ代表の生かした3人組スリメ連合がお送りするえい。ここまではいつも通りですね。えい。なんじゃ万太郎。あ、電気ナマズ、大電池ナマズ帰ってきた。やっと帰ってきました。電気なかったからな。お、臨時ニュース、シオカラーズのニューシングルが発売。おお、やった。マジ？てかこの二人はまさか姉子たちじゃ、姉子たちのニューシングルじゃ。いや知ってたんだねやっぱね。見たことあったんや、そのシオカラーズって言葉自体、あのグループ自体ね。シオカラーズで潮風の星、新しい曲だ。すげえ、すげえ新しい曲。これエンディングロールってやつじゃない？あ、あ、終わっちゃった。あ、インク打てる。インク打てる。見てみんな。あー、いっぱい打てる。いっぱい打てるけど。待って、インク残ってんじゃん。俺が打ったインク。あ、こっちにも打てる。これ確かボムも使えた気がする。あ、できなかったから。ごめんなさい。すげえ。すごいね、今回の。宇宙、行けましたね。てかもう、感動のフィナーレってやつなんですけど、何も言葉用意してませんでした。てか今日終わるかも、謎でした。ちょっとごめんなさい、タコツボ将軍だっけ？じゃあタコワサ将軍か。出てきた時には俺はちょっと、ガチで泣きそうになりました。てか、本当に涙は出ました。今までスプラ1、スプラ2で戦ってきた、敵なんですけど、敵でずっとね、ラスボスとして登場してたの。タコワサ将軍って。で、扱いもひどかったのね。倒した後に、水晶玉みたいなとこに入れて、ずっと、まあ、撃ち続けられたのよ。要は、監禁できたの。で、そのタコワサ将軍まさか、スプラ3で仲間になって、しかも敵がね、クマさんっていう。俺らがバイトで世話になってるクマさん。まあ、確かに、ちょっとブラックだなって思ったことは、ブラック企業なバイトだな。なかなか休みももらえないし厳しいなとか思ったことあるけど、あいつだったとは分かんなかったよ。まあそこでね、いろんなキャラ出てきましたね。スリミ連合もまさか戦うことになるとは思わなかった。仲間としてね、出てくると思ってたんですけどね。ね、戦いましたね。先生やら、ウツボちゃんやらね。まあそんな感じで、たくさん、スプラトゥーン3には、なんか、面白い。もうこれだけで俺はなんか、面白い。オフラインのね。本当は縄張りとか、ガチマッチってのがあって。まあ、そっちで楽しむ人の方が多いんですけど。ヒーローモードもこんなにストーリーとして感動できたのはちょっとね、嬉しいですね。で、まだ俺ガチマッチ実はやってなくてヒーローシューター持ってなかったから。で、今回これでね、ヒーローシューター手に入るので、きっと、多分。手に入ると思うので、まあ、それでやっていこうかなって、通用するとこまですやっていこうかなって思います。でちょこちょこ映ってんだけど、この画面に今クマさんいたよな。あ、そうさ、関係ないんだけどさ、クマの耳もらえるらしいじゃん、全部のやったら。あれも今度ゲットしよう、クマの耳で。クマの耳さ、なんかクマの耳可愛いなと思って見てたんだけど、最後の敵がクマさんだから、クマの耳だったんだね。よう考えてみたらわかるね。で、鮭もさ、小鮭さんもさ、今回戦いに加わったってことはさ、ちょっと伏線だったんだよ。小鮭さんと戦うってことは。哺乳類代表のクマと戦ってるじゃん。クマさんバイトで出てくるのはさ、クマさんもさ、小鮭さんも一緒じゃん。だから、伏線だったんだよ。ラスボスはクマさんだぞっていう。ただ、クマさんの容姿スプラ2から見てきたけど、あんなに、なんか、でかい、がたいのいい哺乳類だとは俺思わなかった。まさか、あんな、哺乳類代表として出てくるとは思わなかった。
人間がいない世界ですからね。もう海洋生物、海の生物が主役の世界で、まさかの哺乳類だからね。まあ、そりゃ敵になるわ。スプラ4、そしたら楽しみだよな、次どうなるか。本当に、先が思い、なんか思いやられる。なんか言い方違うな。まあ、これからに期待ですね。そしてエンディングロール長いですね。みんなはもうやりましたか？ヒーローモード。俺のヒーローモード見て満足した人もいると思うんですけど、まあ自分でやってみるのもいいかなと。まあ縄張りとガチャマチャ面白いんで、もうギアとか開けなきゃいけなくてさ、最近。俺ギア開け、結構頑張ろうと思ってたんだけど、結局ね、企画とかするとね、その編集時間に時間を要しまして、全然スプラトゥーンできない状況になって、どちらかというとなんか、パソコンいじって編集してる方が多いんですよ、最近。なので、こうやってヒーローモードできたこと、ちょっと普通に嬉しいよ。だから、ドラちゃん危ない。どいて、どいて。感動のとこだから、今そこで。オッケー、ドラちゃんも一緒に見よう。見て。今、ドラちゃん、猫のドラちゃんと一緒に見てます。見て、ドラちゃん、カーソル動く見て。あー、痛い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 。よし。あ、てか、そろそろあれだ。俺も。お外に出る時間だ。あ、最後じゃない？イカとタコとおじゃけさん。Thank you for playing. 遊んでくれてありがとうって。いや、こちらこそだわ、本当に。マジで楽しかった。お疲れ様でした。ありがとう。あ、ヒーローブレインレプリカ。あ、ヒーロースーツレプリカ。あ、ヒーローブーツレプリカ。あ、ヒーローシューター、やった。ステッカーもゲット。隠されていた夜間だって。これはもしかして目覚めの地ってことはか、あれか、もう一回できるのかな、クマさんと戦いが。ああ、ありがとう、ありがとう。誰？誰かいる目の前に。この男誰だ？この男誰だったんだ？サム！サム！サム、お前、後頭部映ってたぞ、こうした時に。ここ映すのサムじゃないぞ、絶対。俺だぞ。もう、いいとこ取られた。